こんにちは、マサ46494です。今回は、星のドラゴンクエストのクエストのバラモスを倒せの続きをやっていきたいと思います。バラモスを倒せ超級の前回負けたとこです。一応、なんだろう。リベンジに向けて何を変えてきたかというと、装備の強化プラス、それぐらい違くて。だから、何で行けばいいかと。ということで、相手が打撃系が多いんじゃねえかと思って、てか打撃系が多いから、防御力を高める。以上、みたいな。船乗りが大事だから、確かに。守備力を上げながら倒していくスタイル。で、行くと。で、食べるアイテムは、守備力系。身の守り、やつ。こっちからだ。そう、鮭茶漬け。送っていくと、いうことです。見解的には。道中はそこまでっていう感じだった気がするんだよね。あ、そういったら。こんなんやつ。お。一気は、一気は瀕死状態です。今うちかーい、今うちかーい。こんなんは辛いわな。今回は負けられない戦いなんだよ。これで終わりだろ。イエス。どうなんだろう、身の守りが上がることによって相手の通常ダメージが例えば70だとして70ダメージ食らうんだけど、身の守り25プラスされることによってダメージが45になるのかな。そこがちょっとね、知りたいところなんだよね。え、マジでやられた。呪文は封じ込められている。丸、みたい。いや。なるほど。完璧な状態でいきたい。よし。戻ってきたよ。
確実に倒す。おいよ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 やめて。ちょ、いいの、早く戻れ。早く戻れ。いや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 。ちゃ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 。オッケー。やめて。てか、言うな、一緒に言って。全部言って。もう大丈夫だろ。もういけるだろ。倒せるだろ。よし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 ナイスナイスナイス。ちょっと待って、ちょっと待とう、ちょっと待とう。ゆうな、お前大丈夫だろ。信じるよ、信じる心大事。オッケー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 。ちょ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 、やめろ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 。オッケー、よし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 。オッケー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 。ちょっと待って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 、落ち着こう落ち着こう落ち着こう。勝ったんじゃね。え、ちょっと待って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 。よし、イエス、作戦通り勝った勝った勝った。まあアイテムめっちゃ使ったけど、よし、危ねえ。リベンジ達成したぞ。三河市の帽子多いな。危ねえ、マジで。アンボールの水が回収する。いや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 。よし。よしよし。ということで、次、次回からこの3つと、伝説系かな？よいよいよ。よいよいよ。そうだね。その3つと伝説系残り。だから、あと4つか。旅の終わりの始まり。旅の終わりの始まりってね。ということで、まあ、まだここはギリギリ倒してる、倒したね。あとね、なんだっけ、どうしよう、これもさ、特技玉とかそういうのあるじゃん、強化工房で、スキル強化。で、一応、なんだろう、星5に関しては、まあ、そこそこ積極的には武器の強化してるんだけど、なんか、新しい武器が来た時に、星5取っておきたいなーっていう、ことで。あんまりね、使ってはないんだけど、スキルの強化みたいな。まあ、そんなこと言ってたら、いつまで経っても強化できないやんっていうやつなんで、祝福の杖は、本当にいつも使うから、ないんだ。ないんだ。まあ、そのまま置いといてるんだけどね。はい、ということで、まあ、リベンジは達成したと。あと残り4つです。あし、ちなみに期間っていつまであるの？ 17 日か。10日。ほう。まあ、4日のうちにクリア。
していければいいかなと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。